このダート1800メートル線ホームストレッチ上り坂の途中にゲートが設けられています。今その帝王ケインズが収まりました。順調なゲート入り。さあ最後16番、逃げるかレッドソルダードと丸山元気。ゲートの中収まりました。係員離れます。第23回チャンピオンズカップスタートしました。なんと帝王ケインズちょっと立ち上がって遅れた。ただそのまままた馬群の中入っていきます。大外から一気レッドソルダード、ナチ沿いに寄っていきます。ナチ沿いに寄っていく、やはりレッドソルダードが出ていきました。連れて13番のシャマル、内からは3番のハピ出ていきました。そして間からは10番のクラウンプライドです。各馬1、2コーナー中間点から2コーナーカーブへ出てきました。やはり宣言通り16番のレッドソルダードです。リードは1馬身、2番手に10番のクラウンプライド、3番手に3番ハピ、外13番のシャマルが追走しています。向こう上面に入っていきます。間から7番オーベルニュ、外外を回って帝王ケインズです。帝王ケインズは前から6番手の位置です。内からは4番のスマッシングハーツ、間から9番のノットルノ、1馬身差で5番のジュンライトボルトです。あとは外を回ってバーデンバイラー、内1番のグロリアムンディ、間6番のレッドガランです。後方ですがタガノビューティー、外から15番サクラアリュール上がっていきます。そして8番のサンライズロバとサンライズホープ、最後方から押し上げていきます。サンライズの2頭です。各馬3、4コーナー中間点残り600の標識を通過、依然として外を回っている帝王ケインズ、そこをよく見にレッドソルダード、そして並んでいった黄色い帽子クラウンプライド。さあ大歓声に後押しされながら